塩原温泉ゆっふの里、塩原温泉郷を流れる宝木川。温泉郷はこの川が形成する谷に沿った地域に点在している。塩原温泉郷は、栃木県那須塩原市塩原地区内の宝木川沿いの谷間を中心に点在する11の温泉の総称。栃木県北部の活火山高原山と大佐飛山地の3階との間に挟まれた谷間を、 流れる放棄川沿いの渓流を東北新幹線那須塩原駅側から国道400号に沿って登って行くと次々に温泉が湧き出している古くから塩原11湯と呼ばれ千年以上の歴史を持つ古い温泉郷である塩原温泉郷門前温泉街大網温泉福渡温泉塩釜温泉塩の湯温泉旗折温泉門前温泉小町温泉中塩原温泉場 塩原温泉、荒湯温泉、元湯温泉、各温泉が、それぞれ異なった泉質と効能を持っている。大網温泉から上、塩原温泉までは、宝木川、国道400号沿いに存在する。ただし塩の湯のみは、塩釜温泉から少し奥まった場所にある。上、塩原温泉は、野岸鉄道上見より塩原温泉口駅に持ち帰。荒湯と、元湯は、宝木川、 国道から南側に離れた場所にあり、荒湯は皮脂をもみじラインの料金所近くに、元湯は荒湯付近から速道を谷底に 4km ほど降りていった先にある。荒湯と元湯を奥塩原温泉と呼ぶこともある。荒湯と元湯は濁り湯の要泉である。明治以後も文人木角に愛され、畑下温泉には小崎紅葉が金色夜舎を執筆した旅館があり。 紅葉が宿泊した部屋は紅葉の間として保存されている。また、畑下温泉は映画アンマと女の撮影にも使われた。塩原温泉ビジターセンター温泉宿の他に古くからの共同湯が多くあり、さらに岩の湯、不動の湯、もみじの湯などの無人露天風呂がある。このうち福渡り温泉地区の岩の湯と不動の湯は温泉街から橋を渡った先にあり、 橋のたもとに温泉を管理している人のための寸死を入れる箱がある。脱衣場、浴場とも男女の区別はない。岩の湯は温泉街の対岸、不動の湯は山道を5分ほど歩いた先の小さな渓谷沿いにある。冬には雪見風呂を楽しめるが長靴等の装備も必要となる。福渡り温泉の不動の湯は2014年頃から風紀を乱す出来事が 相次いだとして2015年6月から一旦閉鎖されたが再開を望む声が多かったため8月1日から11月末までの土日と祝日のみの期間限定で再開された男女ともバスタオルを巻くかポンチョのようなものを被るという条件付きで開放時間内は管理人が風紀を乱す行為を監視し清掃管理料が必要となる温泉号内で使える 夢ぐり手形が発行されている。栃木県医師会塩原温泉病院では、リハビリテーションに温泉プールを利用している。塩原10名枠の一つ、流火の滝。ナスのが原から、塩原温泉郷へ向かう入り口に、道の駅湯のかぐわ塩原がある。この施設は、ナス温泉業の高速バスナス。塩原号と、西ナスの駅塩原温泉の路線バス等を連絡する、待合所。 および陶器のタイヤチェーン着脱場も兼ねている。そこから国道400号を塩原側に進むと塩原渓谷が始まる。さらに道の駅より3キロメートル塩原側の地点には塩原ダムにかかる3 2 0ルの歩行者専用吊り橋のもみじ谷大吊り橋があり、そこから海顧の吊り橋などを観光できるハイキングコースが整備されている。 渓谷の周辺には、大小無数の滝が点在し、塩原十名曝として数えられる、龍花の滝、海湖の滝、布滝などもこの周辺に位置している。新緑、紅葉などの時期は特に、絶景を楽しむことができる。温泉街では、毎年4から11月、観光客の遊覧用に、とて馬車が運行される。これにちなんで、 地元満充店3県が考案したクレープに似たとて焼きが新たなご当地グルメとなっている。その他点在する観光スポットについては、塩原商工会の観光ガイドが詳しい。各温泉により所要時間は異なるが、温泉郷の中心地である小町、畑下温泉への所要時間を記す。温泉郷内には、複数の温泉や名所、観光スポット巡りに便利な周遊バス、 温泉街巡回バスがある。また、那須塩原駅、西那須の駅温泉号館を結ぶ、前日の JR バスでは、特定区間に限り自由に乗り降りできる、塩原渓谷フリーキップが発売されており、温泉号をめぐるにも利用可能である。ありがとうございます。